こんにちは。今日はビールに合うおつまみを紹介したいと思います。紹介したいとか食べてみます。今日はこちらです。じゃーん、スゴーンっていう名前のお菓子、スゴーン小池屋のお菓子で、ホタテ浜焼きって書いてあります。ホタテ浜焼き、ここがスゴーン、説明します。スコーンは、あ、やっぱりそうだったんだ。これ、あのスコーンってあるじゃないですか。私スコーン大好きなんですよ。チートスとかスコーンとかこういう系のお菓子、それのホタテバージョン。あ、やっぱそうだったんだ。めっちゃスコーンに似てるなと思ったんですけど、やっぱそうみたいです。スコーンは発売以来変わらない生地に味付けを染み込ませる製法により、濃厚な味を実現してきました。この技術に素材へのこだわりを掛け合わせて生まれたのがスゴーン。スゴーン、素材本来の味わいを余すことなく表現した、その名の通りすごいスコーンです。あ、すごいスコーンのことをスゴーンっていうみたいです。へえ、ホタテ浜焼き、日本産ホタテ、ホタテの旨味、貝柱のコクのある甘さと貝ひもの独自な風味、凝縮されたホタテの旨味を浜焼きのように醤油の香ばしさでさらに引き立てましたですって。じゃあちょっといただいてみたいと思います。これやっぱスコーンなんだったんですね。これわー、いい匂いがする、わー、いい匂いがする。こんな感じです。中身ちょっと少ないかもしれないですね、あの箱の袋の割に。なんでだろう、ちょっと少なめかな。まあ、高級だからかな、ホタテ使ってるから。早速ちょっと1個見てみますね。一応内容量がですね、60g なので、この辺をちょっと見た方がいいかもしれないですね。思いのほか少なかったってことがあるかもしれない。まあ、スコーンにしてみたらよ。いただきます。すごいスコーン好きで、スコーンってあれですよね、バーベキューとチーズ味、チーズはあれチートスだっけ。あのちゃんとあのスコーンでホタテかな、お醤油の味がします。結構お醤油の飲みの味がします。バーベキューとお醤油の味はしないと思うんですけど、結構醤油の味がします。和風って感じですね。結構開けた瞬間の香りがあのホタテって感じがする。なんかバター醤油、バターじゃないかな、なんかお醤油焼きみたいな、浜焼きか、浜焼き、うん、おいしい、うん、美味しい。これ普通に食べてた、ずっと。でついでにあのビールに合うかどうかも食べたいだけみたいな検証しますね。一応いただきます。うん、ビールも美味しい。そしてなんて合いそうだ、素晴らしい。食べようと。ありがとうございます。またお酒に合う、まあ、特にビールに合うおつまみを食べて紹介してみたいと思います。
ありがとうございます。またよければ見てください。ではバイバーイ。